ミスターかぼちゃは好きですか？では張り切ってどうぞ。何が張り切ってどうぞなんですか？いや、書いてあるので。あ、書いてあるんだ。もせっかく書いていただいたものをね、心を込めて書かれたら何でも読むのかお前は。いや、心を込めてね、せっかく書いていただいた。やっちまったね。今回はやっちまったと思うよ。やっちまったとは？え？やっちまったよ。え？かぼちゃはお好きですか、ミスター？うんうん。大嫌いです。そう。本当です。本当？私かぼちゃのスープも食べませんし、はい、あとかぼちゃはもうこう普段そのまんま、あれ、かぼちゃって何、煮るの、何かふかすの、なんか食べたりするじゃないですか。まあ煮るとかふかすもあるかな。食べません、一切食べません。はい、だってあらかぼちゃその野菜の中一番甘いでしょ。それは野菜の甘みというかかぼちゃの甘みじゃないですか。何その、俺にかぼ今更この50年生きてきて、はい、かぼちゃ好きにさせようとしたって無駄だよそれは。いやいやいや、まあまあそう、そんなでもスイーツみたいな甘さではないですよね。でもそういう甘さでもダメなんですか。いやだからスイーツだって正直な話好きじゃねって言ってんだよ。それだから二重苦だろこれ今回は。だからまだつけてないだろって。早く食べてください。ずーっとこう、ペチャクチャ、ペチャクチャ話して。これどっちがどうだの？この、まあ、陶器の。今陶器を持ってらっしゃいますけど。この陶器のやつは可愛いよね。可愛いですよね。これ食べ終わったら、小物入れとかにできちゃいますよね。綺麗綺麗綺麗。自分で、はい、これキャンドルとかも作っても可愛いよね。あ、いいかもしれませんね。可愛い。可愛い。これプラスチックの方だって可愛いよこれ。ちょっと可愛いですね。これも普通のコップとして使えるよ。喋ってないで食べてください。はーい。今鈴木さんが持っている陶器の方はかぼちゃのババロアでございます。わ。想像した通り。いやでもそんなにかぼちゃかぼちゃはしてないですよね。え？ん？十分かぼちゃの魅力が出てますよ。ハロウィンですからやっぱりかぼちゃですよね。当たり前じゃないですか。あ、すごい勢いで食べてらっしゃるからもう完食しちゃうかもしれない。いや、かぼちゃの魅力満載だな。今鼻息開いた。すごい。おもう完食か、完食か。うん、うん、いやかぼちゃだね。かぼちゃですね。あー、もう勢いよく写真撮っちゃおう。うん。あ、食べ終わりました。完食でございます。うん。いいですか。え？もういいですか。いや、まだカップの方が残ってらっしゃいますけど。マジですか。こっちはかぼちゃのババロアとブリュレになってますよ。お腹いっぱいになっちゃうな。なんでですか。いいじゃないですか。今日カレー作って食べようと思ってそれ楽しみにしてたのに。いやいやいや、その前の自分でカレー最近作ってないなと思って、うん、久しぶりに、ね、自分で作るカレー美味しいんで僕の評判いいんですよ。あ、そうなんですか。はい、みんな食べてくれた人はうまいうまい言うんで、今度作ってきてください。やだ、それを作ろうと思ったんだけどお腹いっぱいでこれ十分。どうですか今日の晩御飯。かぼちゃだな。いや、今日の晩御飯になっちゃうんですね。これはもうかぼちゃだね。なんか染みましたね、今の一言。かぼちゃ以外何者でも。おお、もう完食ですか。あと半分ですか。半分ですよ。じゃあこれ原田今撮ってる写真後でホームページにあります。いや、ホームページもご覧ください。